バックテンは、ゼックスクス制作による日本のテレビアニメ作品。2021年4月から6月まで、フジテレビ、の痛みな枠他にて放送された。東日本大震災発生から10年となる2021年に、フジテレビが、アニプレックスイオンエンターテインメントと共同で、岩手県、宮城県、福島県の被災3県を舞台にしたアニメ作品を、 発表する、プロジェクト、ずっと応援。プロジェクト2011プラス10の一環として制作される作品。宮城県岩沼市を物体として、高校生男子新体操部の青春ストーリーが描かれる。作品中の心理シーンは、モーションキャプチャーによるものである。男子新体操のプロパフォーマンスグループ、ブルー東京のメンバーや、国士館大学や青森山田高校の新体操部の、 現役部員が参加し、その実際の動きをアニメ化している。テレビアニメ放送終了後に、劇場アニメの制作が発表された。映画爆点のタイトルで2022年春に公開予定。双葉翔太郎は、中学時代の最後の夏に偶然男子新体操を知り、その世界へ強烈に魅了される。私立青州館高等学校へと入学した翔太郎は、 中学団指針体操のスターであった同級生の三里良也や個性的な先輩と熱い青春生活を送ることとなる。通称青高。主要人物の名字はいずれも宮城県の地名となっている。青高のライバル校。通称白高。大場慶の作画によるコミカライズ作品がデザートにて2021年3月号より2021年11月号まで連載された。 根本、都市の著による、ノベライズ作品が、青い鳥文庫にて2021年6月と7月に連続刊行された、映画爆点に関するカテゴリー、ありがとうございます。